第15回日本レコード大賞は1973年12月31日に帝国劇場で行われた15回目の日本レコード大賞である。第15回の大賞は樹博氏の夜空に決定した。五木は初の受賞であった。この年は五木のふるさとが大ヒットし日本歌謡大賞や第24回 NHK 紅白歌合戦では こちらの方を歌ったが、いつきによると、歌謡大賞を沢田賢治の危険な二人が取ったので、レコード会社が急遽レコ大に向けて、勝負曲を夜空に切り替えたとコメントしている。また、みんなジュリーが歌謡大賞に続いて、大賞を取ると思っていたら、レコ大が大衆賞なるものを作って、彼に与えたんです。それで、僕に大賞が回ってきたんでしょうね。 あれもこれもびっくりしたレコ台でしたね。結局はジュリーに大衆賞が行ったおかげだと思いますとも述、返している。視聴率は 2.4t ゲ点ラクの44.1%。今回は沢田雅美に代わって TBS テレビ番組ロッテカのアルバム司会の玉木博士が補佐役となったが当番組での玉木の司会は最初で最後。あの時、日本レコード大賞録。 五木きひろし、勝負曲、夜空に急遽変更スポーツ放置2019年12月21日、この年の対象は、千秋直美の、喝采。ありがとうございます。